忘れてくるとは。一体どういうことなの？あんたたちどこへ連れて行ったかくらい言いなさいよ。主人が診療所に入院していたら疫病だと言われて収容所へ連れて行かれたんです。村の外のどこからしいけど場所も教えてくれないし、私どうすれば主人は生きて帰ってくるでしょうか。ごめんなさいね、手を差し伸べてくれたのはあなたが初めてで、つい。ではこの手紙を届けてもらえませんか。村の外に患者を支援するレジスタンスがいました。その人なら何か主人について知っているかも。一体どういうことなの。何か用ですか。ソフィアですよ。疫病患者の汚染された持ち物を燃やしているところです。状況はよくありません。それよりここに何か用ですか。ジュリオ、わかりました。ですが忙しくてすぐに渡せるかどうかは。あ、それだったら私を手伝ってもらえませんか。感染する可能性があるので全部燃やすんです。手伝ってもらえますか。おかげで早く終わりましたよ。あ、それで手紙の送り主はロメアと言いましたか。実は村の外に移送された患者は医者のレナードさんが管理しているんです。隔離されている場所なので私も中には入ることができません。手紙はレナードさんに事情を話して渡してもらうのが早いと思います。そうしてもらえますか。ビエンタ村の広場から見える診療所へ行ってください。忙しいところですが私の名前を出せば面会できるはずです。私もレジスタンスとして手伝いたいのは山々ですが、レナードさんが集団感染を恐れているので今はこれが限界なんです。だったらレナードさんに手伝うことがあるか聞いてみてください。集団だと嫌がられますけど、あなた一人だけならなんとかなるかもしれません。こちらへ。では診察を始めます。症状はいつ頃からですか。要件は忙しいので患者じゃないならまた今度にしてほしいんだが。ああ、ジュリオ、ご心配なく、手紙は渡しておくのでもうお引き取りいただきたい。結構早く出て行ってくれればそれでいい。ソフィアが無駄な心配を。そこまで言うなら患者の状態を見てもらおう。幻聴が聞こえる患者がいたら教えるように。誰です。まだ腹痛が、頭もちょっと痛いですし。
最近夜な夜な聞こえてくる変な声で目が覚めてなかなか寝つけられません。でも不幸中の幸いでした。お腹を下して薬をもらいに診療所へ来たんですけど、レナード様が疫病の症状だと見抜いて早速入院できました。この程度で済んだのは緑色の薬のおかげです。先生がいなかったらとっくに村から追い出されてましたよ。何でしょう。咳が止まらなくて苦しいです。喉が痛くて頭もぼーっとします。それはもう以前は夜になると時々聞こえていたのに今では昼も聞こえるんです。じゃあもうすぐ退院できますか。レナード先生に処方された緑色の薬が効いたみたい。緑色の薬を飲み続ければ幻聴が聞こえるけどそれは回復してる証拠だとレナード先生が言ってたんです。最近まで隣にいた人は寝言を言うほど幻聴があったんですけど、ある日急に退院したんです。ち血を捧げろ。全員見て回ったかな。それで幻聴が聞こえる患者は。おお、なるほど。始まったか。助かったよ。ではもう行きたまえ。症状は違えど間違いなく疫病だ。これ以上悪化しないよう研究しているのがわからんのか。緑色の薬。何を言う。ふざけたことを言ってないでもう出て行きたまえ。診療所にいたレナードという医者は部外者を歓迎しない様子だ。ソフィアの名前を出して手伝う許可を得るも、患者への質問内容も患者の反応にも怪しい点があった。緑色の薬について聞くとレナードは怒り出して診療所を追い出された。ああ、診療所から戻ったんですね。レナードさんには会えましたか。え、怪しいって何かありましたか。ああ、緑色の薬。それなら私も見たことがあります。レナードさんが患者たちに無料で配っていましたけど。じゃあ疫病というのはデタラメで緑色の薬が原因ということですか。レナードさんが嘘をついていると。でもどうして彼はここで献身的に人々を治療する医者だったのにそんなことをする理由がありますか。わかりました。あなたを信じます。でも本人に問いただしてもきっとまともに答えてもらえないですよね。夜になると診療所を留守にするようなので夜中に捜索するのはどうでしょう。事実なら手段と方法を選んでいる場合じゃありません。他の線でも調査しておきます。何か分かればすぐにここへ。Thank you.
生贄31名追加確保、状態良好、偽の疫病計画は成功、全ての準備が整った。今夜血の儀式を行う。人間の血は我がものとなり、彼らの体は永遠に私に服従するグイールとなるのだ。ソフィアの提案通り、夜にレナードの診療所に侵入すると、予想外の光景が広がっていた。患者の姿はなく、襲いかかってきた見張りを倒して発見した日記には、人間を供物として集める計画の全貌と、今夜行われる血の儀式について書かれていた。あれ、どうしましたか？ああ、入れ違いになったようですね。調査から戻った調査班から報告を受けると、すぐにソフィア様が深刻そうな顔をしたんです。彼女はビエンタのブドウ畑にあるワイン倉庫へ行ってしまいましたが、何かあったんでしょうか？え？よくわかりませんが、大変なことが起きてるんですね。ソフィア様のギルドメンバーに連絡を取ってみます。あなたは先にソフィア様を探しにワイン倉庫へ行くんですね。わかりました。診療所の事実を伝えるために急いで広場へ戻るも、ソフィアはいない。広場にいたレジスタンスからソフィアは調査員の報告を聞いて、ビエンタのブドウ畑の近くにあるワイン倉庫へ向かったという話を聞いた。ソフィア！ソフィア！一体誰が？知らせを聞いて急いできました。この首の傷は血の儀式、本でしか見たことがありません。ヴァンパイアは大昔にいなくなったはずです。
ここで本当に儀式が行われたら、さっきの魔術は効果がありません。ソフィアもグールになってしまいます。従属関係を解くにはソフィアを攻撃した奴を倒すしかありません。ですがヴァンパイアは普通の人間ではかなわないと聞きました。昔はヴァンパイアスレイヤーという人々がいたんです。もしかしたら守護者の制約を使えば可能かもしれません。前にストーンガルド城の近くでヴァンパイアスレイヤーの守護者の制約が発見されたと聞きました。簡潔に言うと、過去に存在した英雄の力が込められたものです。ストーンガルドレジスタンスのリーダーであるジェイク・ハンダーは守護者の制約の収集家だそうです。彼なら持っているかもしれません。ストーンガルド城にいる彼に会ってくれませんか。ヴァンパイアと戦うには守護者の制約を借りるしか手はありません。ソフィアは僕に任せてください。僕の知るジェイク・ハンダーならあの守護者の制約を持っているはず。それがあれば。ワイン倉庫へ向かうも儀式の阻止はすでに手遅れだった。後を追ってきたルテインはソフィアを襲ったヴァンパイアを倒せばソフィアがグールになるのを防げるという。そのためにはストーンガルドレジスタンスのリーダージェイクからヴァンパイアスレイヤーの守護者の制約を借りる必要がある。誰だ、何の用だ。唐突だな。俺を誰だと思ってる。ジェイク・ハンダーだぞ。もしお前が勝ったら何でもくれてやるよ。何？ソフィアが？それでスレイヤーの守護者の制約が必要なのか。あの時俺の誘いで将校になっていればな。ダヴィンチの元にいるには惜しい人材だ。ソフィアがやられるほどということは危険な相手だぞ。守護者の制約をもってしても命がけの戦いだ。それでもやるのか。いいだろう。伝説のヴァンパイアスレイヤーエスケルの守護者の制約をくれてやる。守護者の制約が発動すると守護者が体に宿る。だが、それだけじゃダメだ。守護者の過去の記憶を制約の輪と呼ぶ。これを見つけるほど守護者は強くなる。その怪物を相手にするなら、まずは制約の輪を探せ。エスケルの守護者の制約が発見された調べす寺院へ行けば、守護者がお前を案内してくれるかもしれない。急げ、奴の息の根を止めてこい。誰か、調べす寺院、封印された扉を。ストーンガルドのレジスタンスのリーダーはとても豪快な男だった。事情を説明してジェイクから伝説のヴァンパイアスレイヤーと呼ばれるエスケルの守護者の制約を借りたが、調べす寺院で制約の輪を探し守護者を成長させるのが先だと教えてくれた。
どこまでもしつこいやつ、そろそろここを離れなければな。奴は確かエスケ。その愚か者を殺した記憶は遠い昔。そうだと思ったが、たかが守護者の制約ごとに私今度は息の根を止めてやる。制約の輪をこの手に、力が戻ってきた。お前ごときが私を力がみなぎってきた。
エスケルの過去を知った。エスケルの師匠であり親友であるスカラをレナードが殺し、彼は復讐のために伝説のヴァンパイアスレイヤーとなった。ジェイクの言った通り、守護者の生涯を知るほどに守護者の力が強力になることも分かった。ヴァンパイアに噛まれたエスケルは魔物ハンターのスカラに助けられた。ハンマと化し絶望するエスケルに、スカラはヴァンパイアスレイヤーになることを勧める。強大な力を持つヴァンパイアのレナード男爵は同族を狩るスカラを残酷な方法で殺し、彼女を守れなかったエスケルは怒り狂った。数十年後、伝説のスレイヤーとなったエスケルはレナードを探し出して命がけの死闘を繰り広げるも、人知を超えた彼の力にはかなわなかった。エスケルは死の淵で血で書いた魔法陣の中央に守護者の制約を置き、制約の呪文を唱える。息絶えた彼の魂は守護者の制約に宿り、ヴァンパイアから人々を守る守護者となった。レナードとの決闘に敗れたエスケルは復讐のために誓いを結び守護者となった。エスケルは守護者の制約の力でレナードと再会し、今度こそスカラの敵を討つことができた。ストーンガルド城の脇にそびえる断崖には大昔に建てられた巨大な地下神殿がある。ここはかつてアデンで最大の規模を誇るシラベス寺院であった。アーキライト学会との対戦以後、この地にいた闇術師の大半は死に絶えた。しかし数少ない生き残りは今もなお寺院をうろついている。